現場です。ここでね、以前ね、2メーターを超える大鹿をね見たんだよ。この辺りには大鹿だとか日本カモシカだとか熊だとかねいるみたいね。結構交通量はね多いんだけどね、今日日曜なんでね、自転車も多いです。謎の道路なんだよね。ここ走っちゃいけないことになってんだよ。天気が良ければね、向こうの方に武甲山が見えるんだけどね、秩父の名山。やってきてみました。現場でした。